鶴ヶ浜サマーフェスティバルにおいでの皆さん、ようこそいらっしゃいました。寺内武史とブルージーンズです。拍手。いいところですね。なんとなく夕日が出てきて、なんか小汚い船がそこにありますけど、海が綺麗です。横浜です。僕たちは横浜からやってまいりました。昨日はあの福井で、1人入場料が1万円というコンサートをやってたんですが、今日はただの人ばかりですから、どのぐらいの5000円があるかということで、これから徹底的に行ってみたいと思うんですが、歌物をすれば霧昇るというバンドですから、拍手をされるともうたまらなくなって夢中でやっちゃう。もうまだいいんですよ。さて、うちのバンドのご案内の通りに、結成以来38年を迎えさせていただいたんですが、こんな長くやってこられたのを皆さんの応援の賜物、この会場をお借りしまして、船の方聞こえますね。手振ってください。はい、船の方を見てます。皆さんにお礼を申し上げます。ありがとうございます。長い間。この38年の歴史を今このギターにぶち込んで、前半懐かしい曲をお届けしてみたいと思うんですが、デビュー時のこうしましょう。もし知ってる曲がありましたら、大きな拍手と歓声でわーって来てもらえば、その曲を最後まで演奏します。もし拍手がない場合には次の曲に移ります。7000曲以上のレコーディングがありますから大概大丈夫です。もし2、3曲やって反応がなかった場合には、コンサートを中止して横浜に帰りたいと思います。で、拍手が鳴り止まない、最後相談になって眼科に行くかってことになったら、もう徹夜でもやっていこうかって切れるまでやるという。さあ、皆さんの拍手と歓声をテストします。はい、どうぞ。お別れの曲をお届けしたいと思います。そんなのないようにですね、それじゃあ女の方だけで拍手と歓声の練習してみましょうか。ここがしっかり決まらないと最後決まらないですから、いいですね。それじゃあ女の方だけ、お姉さん方がずっと来てますが、目が悪いんでよく見えないで失礼なんですが、お姉さんですね、全部ね。そうです、はい、なんて言ってますね。それじゃあお姉さん方だけの拍手歓声です。はい、どうぞ。わかりました。なんとなく年切ってるかなって感じがするんですが、キャーッと声が聞こえます。じゃあ男だけで言ってみます。はい、どうぞ。男の勝ち。それじゃあみんなで徹底的に大騒ぎしながらやってみたいブルージーンズ、いよいよスタートになりますが、皆さんの拍手と歓声をどうぞ。はい、どうぞ。昭和38年、バンド結成と同時にレコーディングに移った寺内武史とブルージーンズ、タイトル曲は涙のギターと決定。レコード発表と同時にフジテレビザ・ヒットパレードはなんと半年間トップを独走いたします。日本のエレキシーン、この曲で始まった涙のギター。さあ、拍手。
んな曲が大流行り流行ってる時にもう一つの曲のオリジナルが出来上がります。どうしてもこの曲をやってくれという鶴名からの一通の手紙リクエストが元になりまして、特別にお届けしたいと思うんですが、そのオリジナルの曲は黒いカーネーション、ブラックカーネーション、拍手です。一通の手紙が、縁になりまして、黒いカーネーション、さあこんな曲が流行っている時に、海の向こうアメリカでは一つのバンドが誕生いたします。その名前ご存知、ザ・ベンチャーズ、拍手。
こんな曲がアメリカで、そして日本で大流行りに流行っている時に、僕たちの日本横浜のブルージーンズはオリジナルサウンドを作ろうということに就任一決をいたします。曲ができた、サウンドが仕上がった、何か思い出に作っていこうということで作り上げていったのが、ご存知映画若大将シリーズという映画のシリーズになってまいります。そのサウンド、業界マスコミそれを名付けて湘南サウンドと呼んだ。拍手。38年、いろんなところでコンサートをやってきました。そしてその中で年間に約180回ぐらいのコンサートを行ってるんですが、38年、またある時には、ロシアの公演に3回行きました。アメリカに、ブラジルに、アルゼンチンに、そしてこの間は、ハワイのホノルルで約1ヶ月ほど演奏して帰ってきたばかりなんですが、その中で敦賀に来るのが初めてという珍しさなんです。これから毎年お伺いすることになると思います。勝手に決めちゃいけない、勝手に自分で決めてきますから、メンバーの紹介いたしましょう。一番向こうの端、ベース、ギター、パーカッション、ドラム、ギター、キーボード、以上でメンバーの紹介を簡単になります。外国に行くことがあるんですが、外国ではどんな曲を演奏するんだろうという、日本の曲を紹介するシーンが来ますね。いいですね、夕日が見えて、そして船があって、ひょっとしたらあの船で花火をやるのかもわかんない、やっとで、小汚い船なんですが、それはもう夜になりゃ綺麗に見えると思いますから、船の皆さん、聞いててくださいね、手振ってね、はい。でこのぐらい大きな音だったら、あの姉妹都市の名ホとかまで聞こえるんじゃないかって話がありますが、さあ、外国に行った時にはブルージーンズはこんな形で日本の曲を演奏しております。どうぞ皆さんも大きな拍手で。
日本 NHK の選んだ昭和平成ポップスベスト3はこれ。Ah.
日にパパが教えてくれた夕焼け見ながらこの歌って最高だな。しかしな、いいとこ来ました。また来年も必ずやってきますさてメンバーの紹介ということだったんですが、今日のメンバーの中で、一人本日が誕生日という男がおるんですが、誰でしょうか。みんなの拍手で決めてみたいと思います。一番こちらだとキーボードだと思う人、どうぞ拍手で。足りないっていう。次の人だと思う方、ギターの方ドラムだと思う方、大きいギターだと思う方、大きいギター、今歌ったのだと思う方、ベースだと思う方、実はベースの原田博之君の人の誕生日。この人のお父さん、民謡で第一人者です。原田博之、いや、原田直之というのがお父さんですよ。原田直之さん。ね、この間、こっちに来る前の2、3日前に、結婚をして、何月に、5月に結婚したんだろう、式はな。そうですね。で、もう子供が生まれたという、なんか感情が合わないんですが。ねえ、子供生まれて誕生日で本当にお礼を申し上げます。原田に何かありまして、今日は幸せなステージをやらせていただきます。さて、それではメンバーミーティングの一人ずつ紹介をしながら皆さんに、お届けする曲なんで、ちょっとポップな曲ですから踊る方がいても結構です。さあ、そして皆さんの拍手とともに、皆さんの大きな拍手、まずはドラムス松森秀夫。
ラム横浜。さて、いろんな曲を今日はお届けしてるんですが、今日聴きに来てよかったなと思い出してる方、どうぞ大きな拍手を。どうですか。それでは番外編でちょっと曲を追加します。待ってんで、待ってきたんで、まだ今年のグラミー賞をそのままにしたという曲があるんですが、僕なんかの仲間ですね、カルロス・サンタナというギタリストがいます。そのグループが、発表した曲「スムース」という曲を今から皆さん手拍子とともにお届けしてみたいと思いますが、いかがでしょうか。流行り、そして流行ってはすたれされては流行り、そんなポピュラー界の中で一つの曲、アメリカでは超ロングランを続けている曲が一つあります。最初ミュージカルの曲として出発をしたこの曲が、そのうちなぜかラブソングの定番となっております。そして最近ではゴーストという映画のテーマソングになってきているんですが、お届けします。ネクストナンバーというアンチェインドメロディー。Thank you.
Thank you so much, ladies and gentlemen. This is my son, 僕の息子です、寺内明。寺内明まあ、息子とやろうとは夢にも思わなかったんですが、まあ、どちらかというと、今までうちのバンドが38年も持ってきたというのを、ここに鶴ヶ見来るときにバスの中で消去法でよく計算してみたんです。でまず演奏、ギターの方は大した腕じゃないということが一つありますね、僕の場合に。そして選曲、7000曲もある中から適当に選んでますからどうってことなんですね。で衣装、そんなにお金かかってないですね。で残ったのはたった一つ、やっぱり長続きしてきたルックスですね、それは。はい、ビジュアル系で売っております。あなた、意地悪系って言ったじゃないですか。そんな感じなんですが、今日はやっぱり夏祭りみたいな、サマーフェスティバルって言っても、サマーフェスティバルってのは英語のですね。やっぱり日本だと夏祭り、夏祭りというと、そうです、皆さんよくご存知の日本の民謡集をお届けしてみたいと思います。大きな拍手を。
ソーラン節、花笠サウンド、佐藤家佐藤続いたんですが、それじゃあうちの方 の、 住んでます横浜の方から、三浦半島の曲を皆さんにお届けしてみたいと思うんですが、よくご存知の曲で、タンチョネ節という、いや、ダンチョネ節です。その曲をお届けしてみたいと思うんですが、三浦半島、やっぱりこういう海があって綺麗だね。でスイカとか三浦大根ってあんまりろくなものが取れないんですよ。近頃何にも売れないでお百姓さんが困ってるって話。さて、それじゃあ三浦半島横浜の方からお届けするのは、友好のためにお届けしましょう。ダンチョネ節、はい。